今回の次世代芸術家は現役の高校生。いろんな勉強してその色の知識を得てしまうともう既存のものじゃないですか。そうすると、まあ、少なからず皆さんその既視感というものを抱いてしまうと思うんですよ。なのでそのもう完全その僕のその時の気持ちで自分の思うがままに色を置いてるっていう感じですね。形にとらわれない発想で自由に。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代アーティスト鈴木一生、学業の傍ら創作活動を行い、数々の企業とのコラボレーションを実現する若き才能。物心ついた時から筆を握っていた彼の原点、それが頭の中の世界。絵を描こうと思って考えるのではなく、その日々の生活だとか、その暇している時間だとか、ラフなイメージが頭に浮かんできまして、それをその徐々に起こしていくみたいな、その時の精神状態だとか、あとはその、まあ、気持ちだとか、まあ、その時 の、 その何を考えているかとか、そういったもので、まあ、変わってくるっていう、それが自分でも描いてて面白い。そして独自にたどり着いた結論、曲線の美学。その曲線というのは、まあ、いわばその自然的なものの象徴でして、その女性の体とかすごく美しい曲線で構成されているとかいう方もその通りで、すごく見てて落ち着くし、まあ、そこにその現代的なテーマだとか、まあ、政治的なものだとかを混ぜていって、これが僕の武器になるのではないかなというふうに思って、うん、曲線という武器を磨き上げ、さらなる高みへ。そして発見したアクリルのポップさと油の重厚感、2つを掛け合わせること。ポップさってそのなんかコンテンポラリー感っていうのは大事にしてて、そこにその重厚感っていうのをプラスしていきたいなという、ヨーロッパ風の美術館に絵があっても溶け込めてるし違和感ないし、ストリートの落書きとかグラフィティがいっぱいある中に絵があっても全然違和感ないし、そういったそのどっちつかずというか間を攻めたいというか。独学だからこそ唯一無二の世界観で勝負を。鈴木一生のブレイク前夜。教科書に載るレベルになりたい、自分を持ちつつ日本でもトップな、もう世界でトップなアーティストになりたいなっていう、アートシーンにおいて現代の時代の一部の代表する、このジャンルといったらこのアーティストというのは各時代にいらっしゃるんですよ。その方々に仲間入りしたいなっていうふうにはずっと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はフォトアーティストアリサックのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。